おはようございます。何も喋らんのかい。おはようございます。おはようございます。いやー来ましたよ。ついにやっと、はい、こちらランバージャクさん来ましたよ。動画で結構見てますけど、はい、ちょっとね、はい、店内の方見ていきましょう。そうですね、うん、ちょっとワクワクです。そうですね、はい、店長にもご挨拶しよう。そうしましょう、うん、はい、じゃあ行きましょうか。早速中入っていっちゃいましょうか。はい、はい、それではレッツゴー。やるよ。じゃあまず店長にご挨拶しましょうか。そうですね、店長。おはようございます。おはようございます。店長爪伸びましたか。爪伸びましたね。違う。こちらで今撮影中ですね。あ、いつも見る。撮影してる。かっこいい子撮影してる。ネプチューン。おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。山口店長です。今お仕事中でございます。いつも見てます。視聴者目線なんで。今日はすみません、突然撮影させていただくっていう形になって、またの前日でちょっとお忙しいところ、ありがとうございます。すみません、じゃあちょっとさっと中を見せていただいてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。あまり生態も少ないですけど。ちょうど今ワイルドネプチューンペア。ワイルドネプチューン特価で持ってきます。うわ、特価で持っていく。いくらになるんだろう。ねまだ向こうにもありますけど。すごい、かっこいい。やっぱりなんか、うん、荒いね、ワイルドは。そうだね、そうだね、うん、ありがとうございます。じゃあちょっとぐるっと見させていただきますのでお願いします。イオネーション TV。 すごい。まずね、うん、はいって思ったのが、うんうん、用品が充実しすぎている、うん、すごいよね、うん、すごいわ。しかも綺麗に並んでる、うん、ゼリーだけでもね、すごいある。種類がすごいわ。ゼリーだけではなくてね、本当にちょっとしたね、ノギスだとかさ、うんうんうん、実はこういうのいいんだよ、これ。そうなんだよね、あれでしょ、ボトルのぞくとき。そうあのボトルの様子をね、うん、浮かしてるかどうかね。そう、材も結構ね、太いのから細いのから、うん、めちゃくちゃ充実してるね。すごいね。でね、こっちのコーナーに行くと禁止、うん、禁止も、え、これなんだろう。あ、ランバージャックオリジナル。あ、このタラレギ黄金は当たり前。カーラか。ビアの虫もいけちゃいますだって。へえー。すごい。ね。これがかっこいいよね。ね。うん。くるくる。くるくるだよね。その感じ。いや、あなただよ、くるってるのは。うん、禁止の種類も結構いろんな種類があって、うん、ね、アンタペストもあるよ。すごいすごい、いいね。なんか禁止の種類こんな風に選ぶのって面白いね。ね、なかなかないよね。ボトルの大きさもいっぱいあって、うん、いやいいですね、うん、で続いてこっちですよ、僕。ここがさ、すごいいいなと思って。ね、やっぱりさ、うん、始めた頃はちょっとよくわかんないんだけど、うんうんうん、ちょっとやってくるとさ、ね、マットみたいな、そう、いろんなマットちょっと使いたくなったりするわけよ。確かにね。だからね、ここに来ればいろんなマットが、そうそう、これ気になってんだよね、うん、生小川発酵マット。東京きのこさんだって。そう、すごい、添加剤 10%、 くぬぎ 100%、うん、
すごい。生姜発酵マットちょっと気になってます。無添加産卵マットとか、見たことないよね。あ、月夜野さんのマット持ってる、これひろかさんの。あ、産卵用マット。産卵用マット。へえ、ね。こんなのも買えるんだ。ちょっと試してみたいね。ねえ。いろいろ。ピオードもあるし。あ、本当だ。ピオードマットだ。はい、ダニ対策の。あ、爆散くんあるよ、爆散くん。ひじおさん。爆散くんありました。すごい、マットの種類がめちゃくちゃある。すごいね、これとかすごい気になら、ちょっといい、良さそうじゃない？うん、綺麗だしね、見た目もいいしね。あ、これケース内に入れるだけで消臭防虫防ダニ転倒防止だって。ヒノキだからってことか。そういうことか。すごいすごい、楽しくなっちゃうな。いいじゃん。あ、軽くて。そうだね。あの、あ、じゃあ、じゃあ、あずき。あずきをお願いします。あずきぐらい。妖怪。やめなさい。でね、ここをくるっと回るとね、今度はケースですよ。結構ケースが。すごいお求め、お手頃価格とかね、ね、お求めやすい価格でいっぱいいろんな種類がある、ね、こういうクリアスライダーとか、小林シャッターとかあるけど、これなんか懐かしさを覚える。これいいね、いいね、いいね。これと網持ってね。そうミストリーに ね、うん、いやすごいでかいのもあるし、ね、本当に。あ、めちゃめちゃでかいのもあるよ。何これ、ちょっと何入れるんだ。カメさんとか入れてる。ああ、すごいね。うん、めっちゃでかい。ね。うん。で、プリカも売ってるし、もう全部揃うよ本当に。本当だね。うん、すべて。この充実っぷりはすごいわ。すごい。だって結構あそこ行ってあそこ行ってみたいな必要なものが。そう。プリンカップはあの。そうパッケージプラザに。そう。ここに来ればもう、全部揃っちゃうんだ、これは爬虫類系か、こっちもケースと、あと何だろう、この辺は。ああ、そうかそうか、2階にね、爬虫類とかね、いるんで、また後でちょっと見ますけど、そういった用品も結構充実してるんじゃないですかね、ね、すごい種類あるんだ、それからはい、ここはねもうおなじみ三森さんのね、盛大コーナーですね。ね、ツイートとか YouTube とかでよく見るね、ここだったかって ね、八丸さんもあるよ。あ、八丸さん八丸さんもあるんだ。マジックポーション、ダンゴムシ系、ダンゴムシか、いるいる、桜好きだからね、ここだったか、めっちゃマルガリータ、ひなかったある、すごいね、これ三森さんが書いてんのかな、だってほら、さ、なんかまだここ3万人くらいのって書いてあるの、今やねえ、ねえ、もう、8万、9万もう10万に、ね、今年は行きますよね、行くよね、三森さんが書いてるんだから、これなかなかだよね。結構私真子さんに近いものを感じるけど、ほらこれとかめちゃさ、ほら、あ、これなかなかちょっとあの、画伯対決したいね。面白そうだね。私ごめんけど、そんなあの可愛い感じになっちゃうから、ごめんね、あの対決になると圧勝ですか。そうなんだよね。生態見ていきましょうか、はいはい、何か気になるのがあったら言ってください、止めますので。久米島の子って初めて聞いたかも。久米島の子、ノコギリ、ちょっと見せてもらいましょうか。許可をいただいてますよね、
大きくなりそうだね、もっと、うんうんうん、なんか水牛になるのかな、どうなんだろうね、日本のノコギリだから、確かにそういう子なのかな、ね、意外とね国産もね侮れないんですよ、いいんだよね、かっこいいんだよ本当に、数も多いし、うんうんうん、ね、うん、こっちの方は、あ、ワイルド店長おすすめのワイルドネプチューン、うん、ついてるね、あ、ギラファ、うん、巻きたいギラファだって、なんかここギラファ いろんな種類、うん、フローレス、ミャンマー、ミャンマーギラファ、すごい、なんかこの内紙がさ、うん、すごくない、なんかギラファってそんなんだったっけ、この辺でしょ、結構激しくない、激しいね、ね、あ、ゼリーいい香り、何のゼリーだろうかっこいい、ミャンマーギラファ、ミャンマーギラファ、うん、聞いたことないね、うん、人気ですからね、うん、ギラファは、ね、うん、フローレスが大きくなるのかな、そうだね、きっと101だもん、ね、101ミリだもんね、うんうんうん、これでっかいわ、うんうんうん、かなりクラトゥス細か、かなりクラトゥス、もう綺麗、綺麗だね、うん、ちょっとなんか ブロンズっぽい色が、うん、緑もちょっと、うん、かわいい、かわいい、いいね、うん、南米便、お、ソレヘリね、うん、メスタンかな、メスタン、うん、あ、それは何ですか、これはね、ブルティデンタテスホソア、あ、うちにいる子じゃないですか、そうあ、かわいい、これね、うん、赤いんだよね、うん、本当にこれは多分人気出ると思う、めちゃくちゃ綺麗な赤だもんね、うん、こんな赤いのいないもんね、うん、マカさん、マカさん、これ気になるんで、ちょっと、うん、あ、何これ、ロンバクコマルクワガタ、なんだろう、想像がつかないんだけど、もう一回何？ロンボクコマル、ロンボクコマルクワガタ、ニケ、でもドルクス、ドルクスかな、オス、これオスとメスわかるのかな、これオスのコーナーに入ってるけど、マルクワガタ、うん、1メス、ロンボクコマルクワガタ、初めて見た、ねね、珍しいね、きっと、うん、いいじゃんこの子、ちっちゃくて可愛い系だいいじゃん、あ、そしてラテロタルススですね、あ、本当だ本当だ、ね、うん、一番上のやつが大きそうだけど、いいね、大きいね、うん、顎、うん、がしっかり素晴らしい伸びてる感じ、うんうん、かっこいい、かっこいいね、うん、F2 ですか、これは F2 だね、うん、それにちょっと伝わらないよね、この大きさ、びっくりしたよね、うん、でもまだ子供ですか、これ子供なんですか、これまだ子供ですか、まだ17歳ぐらい、あ、17歳、だいたいね、20から25ぐらいでやっと性成熟してくれて、あ、寿命ってどれぐらい、寿命は100年、うわぁ、そうなんだ、すごい、見とれないんだ、見とれないんだね孫の代ぐらい、そういうことか、うわぁ、すごい、これが 何ガメっていう、これね、アルダブラゾウガ、へぇ、アルダブラゾウガ、まあ、ここにいるのが、その前、あ、まだ2歳前後、はいはいはい、もう赤ちゃんぐらいですか、そうですね、これが大きくなるわけじゃないです。2年でこのくらいになって。あ、かわいい。で、これで4歳、5歳くらいか。おぉ。こっちが4歳、5歳。うん、4歳くらいかな。そうか。で、ドン。わお。じゃあ、順調にこうやって成長が見れるわけですね。最大はどれぐらいになるんですか？最大は、この、OK、ひっくり返せないときさ。まだこれ半分とまではいかないですけど、倍
そうだね、大体これで今約50センチぐらいだから、最大で1メーターだから、まあ、要は4倍だよ。うおこの辺はまた違う種類なんですね。これはまた、ケズメギクガメっていう、これでも大型種。あ、これも大きくなるんですか。これもまだ、まあ、本当にまだ、赤ちゃんだからこんなだけど。赤ちゃん、これも基本的にはね、70センチ、これ。こんなこれも長生きなんですか。大体、ね、あ、30年って書いてあります、うん、まあ、実際もうちょっと多分生きるだろう、うん、10年寄り添って死んじゃったらちょっと悲しさが半端ないよね家族が強い、うん、このようなワイトメジャーのヘルマニクガメでそんなにこれは大きくなる。あ、そうなんですね。20センチ、大体そうですね、20センチぐらいで大体止まっちゃう。あの、何ですか、キャベツとか食べるんですか。そうなんです、基本的には野菜。野菜、あ、野菜なんだ。かわいすぎて亀いっちゃうの。亀いっちゃう人かわいくなるな、かわいくない一応餌こうやれば寄ってくるぐらいにはなる。ああ、ね、それぐらい慣れてるんですね。犬猫みたいにこうあんまついて丸くなそうそうないけど、うん、ちょっと懐く感じも多少はある。毎日やっていけばそれくらい。より可愛いですね。懐くんだ、うん、ありがとうございます。オリジナルグッズ概要欄からゴーゴー。この子ですか、はい、あ、イグアナって普通って緑っぽい。そうですね、グリーンアナだと緑。あ、そうか、グリーンイグアナだとなんだ。めちゃくちゃ綺麗ね。映画に出てきそう。どこ見てんだろう。私の方見てるよ私のこと見てるよ。目線があれだよね、三河健一っぽいよね。分かる。ちょっとあんたおやめなさいよ。あ、上面白いよ、上。うそー、こっちに。おー、ナチュラルで。すごいね。あ、びっくりした。チチューしてるように見えた。すごい、面白。すごい、おー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 、もう恐竜じゃん。ね。食べてる食べてる。あ、出した。あ、出してない。やばい。食べてる姿って可愛いね。青じたトカゲって聞いたことあるわ。青じたの中で最大の種だって。舌が青いよ。本当だ。なんでそんな青いんだい。可愛いな。ちょっと爬虫類可愛いぞ。グランウェルツのガエル。ペパーミントがめちゃくちゃ綺麗だね。ね、色合いがすごいわ、うん、すごいなんか癒される色、うん、あ、いろんな色あるんだね、うん、アプリコット、レモン。アプリコットすごいじゃん、うん、あ、そうか、これがノーマルの色なんだね。うん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 、すごい。いや、なお休み中です。恐竜じゃん、うん、おとなしい。おとなしいんですか。たまにもめちゃまさめったすごい。なるほど、ちょっとこっち向いてくれないかな。お休み中なんだよね。そうか、うん、すごいよこれ。恐竜だよね。ね、恐竜ってこんなんだったのかなって思うぐらいのね、うん、私ね、やばいね。カエルもカメも可愛いし、うん、あのヒョウモトカゲもどき的なレオパ。そうそう、レオパゲも可愛いし。可愛い、寝てる。めちゃくちゃ可愛いね。エスペースも取らないんで、やっぱり一人暮らしされてる方なんかでも、うん、確かに、うん、可愛いますね。飼育は難しいんですか。あ、そんな難しくはないですね。何を食べるんですか。あの、まあ、レオパって結構人工飼料もレオパ用のがあったりしますし、あとはコオロギですね。基本コオロギ。コオロギ。あ、はい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 。まあ、人工飼料で洗ってもそこまで難しくないので、コオロギやるときなんかも、飼
セットで掴んであげると、まあ、ペンセットにまで行ったりとか、なんか人工使用の使用したりとかなんかも、へえ、ピーセットで食べてくれると可愛いですよ。これアピールしてんだ。え、すごい、もうこんなになってるよ、手が。可愛い。すごい、やっぱアルビノの子はすごい透明感だね。この子アルビノだよ。あ、なんかもう透けてるもん。ね、うん、コオロギ食べたのかな。表情が違うね、うん、一匹一匹それぞれなんか顔が違うんだね、こんなに、うん、こんなに並んでさ、同じ子を見たことはなかった。ないね、すごい数、あの揃ってるね、うん、ヨネちゃん TV。 フェネック、かわいい、あ、すごい懐かしいですね。耳が。すごい、あ、なんか嬉しいって耳垂れた感じ。慣れてもらうのが好きなんですかね。やだ、かわいい。かわいい。上がミアキャット。あ、いや、シミアキャットの鳴き真似できる。やっていい？うん。やりたかっただけ。ちょっと似てませんでした？あ、もう違えるぐらい。ほら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 。気を使ってもらったよ。いや、かわいいね。本当に。あ、私のこと？ん？私のミヤキャットのモノマネのこと？あ、違う。違う。あ、ここはヘビですね。ボールパイソン。スーパーサファイアがいい。あ、ごめんなさい。サファイアじゃない、うん、スーパーファイヤーちゃん。白くて目が黒いやつがいいね。可愛いね。が特徴なんですか。はい、おお。可愛い。手のピンク。まあ苦手じゃなければ。え、いいですか。大人しいのでボールも。初めて。うん。コラボレーション。あ、かわいい。こんな手あったかくて大丈夫なんだ。大丈夫。この時間ずっと持ってるわけじゃない。かわいい。ね。でもちょっとビビってるわ、自分がいる。すごい。あ、すごいね。うん。うわ、これちょっと。見ついたりするんですか。本当に餌と間違えてっていうような感じなんで、基本はもう噛みついたり自分から攻撃してくることはほんとないですね。で、攻撃してくるようなタイミングもやっぱり分かるので。あ、そうなんですね。すごい、触るとちょっと可愛さ分かるな。なんか見てるだけだと、うん、このファイヤーっていうモルフとファイヤーっていうモルフを掛け合わせるとこのスーパーファイヤー。え、全然違うじゃないですか、これ。タトリスです。へぇ、こっちはなんかザ、うん、ですね、うん、わー、はい、です。すごいね、こんなになんかおとなしいんだね。普通に、なんかもうヘビのイメージでピョンってくるイメージが強いから、ちょっとヘビ止まる意味わかる。ちょっとわかるね、うん、かわいいもん、こんなおとなしかったら。怖いって思ってたけど、かわいいね。つぶらな瞳で本当にね、うん、かわいい、かわいい、本当だ、ペロペロしてる。すごい、すごくなんか元気に活動的に。バナナパステルチャリコ、ね、めっちゃ好きかも、この子ね、うん、バナナの人気はありますね、うん、目がかわいいわ。確かに、なんて目だ、うん、なんか模様の色合いがすごい綺麗ね、うん、もうヘビばっか取っちゃってるけど、ね、確かに。まだまだベビーちゃん、ベビーちゃんなんですか。ここも150とかそれぐらいに。あ、そんな大きくなるんですね。うわ、黒もかっこいいな。ちっちゃいからまだ可愛さがあるけど、うん、すごい。この子はやっぱりゴールよりも動くんで、うん、割と取るのは大変です。
あ、動画とかそういうことですね元気元気、黒もかっこいいな、ありがとうございます、すごい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にお店の中もう全て楽しくて、うん、なんか一日いられるよね、ね、本当にあの親切に、そうそうそう、すごいなんかご説明もが来られてたんだけど、そのあのお子さんにもすごい丁寧に、あの上とかでも接客されてたの、すごいほっこりして、なんかすごいみんなすごいいい雰囲気で、あのお店をされてるんだなと思いました、ありがとうございます、なのでね、あのまた東京来られた方とかお近くの方とかね、まだ来たことない方はね、一度生ジャックさん来ていただいてね、すごい楽しいから、ぜひ来て、ね、じゃあ本当にありがとうございました、ありがとうございました、じゃあまた、はい、桑田で桑田はもう終わってるけどね、これ本格的に、順番的にね、はい、ありがとうございました、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。